さあ毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場。先週末ですね、日テレの特番ですか、はい、ミュージックで、はい、テレビ初披露、うん、ゲーム来るとは思わなかったね。しかもレーザー3本持っちゃって、いや大きい声で、いや初めて見た俺多分2000、はい、8の、はい、あのゲームツアーの時多分俺と横浜ブリッジで見てんだけども、うん、はいはいはい、あの時の衝撃、波の衝撃、それがね世の中に伝わったと思ったらたまらん。これまだあるよ、テレビ初披露バンバンやっていくべき。やっていく、今までのやつとかも新曲ももちろんだし過去のやつもやっていくべき。さあ今夜はですね、10周年イヤーの記念イベントからパフュームダンスコンテスト、そして PTA 検定試験の傾向と対策を研究します。踊っております。校長パフュームロックス、首を振りながら、首を、そうだよ、ね、ゲームだ、首を振りながらね、やってますね、レーダーつきながらこうやってるから、わかりました。パフュームロックス、サーリングパフューム。ダンスコンテストの傾向と対策を研究せよ。この9月に行う Perfume Anniversary 10 Days 2015パパ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 その中の一ついいけど田中けど花沢山田安いねありがとう。9月23日に行う第3回 Perfume ダンスコンテスト見せよ武道館、こちら3回目のダンスコンテストを開催します。はい、やーい、ありがとうございます。こちら皆さんにパフュームの曲のダンスを踊ってもらうというコンテストでございます、うん、はい、でしかも今年は武道館、うん、そうなんですよ、ね、決定しました、はい、なんでねちょっとぜひこれたくさんの人に、参加してほしいんですけども、うん、まあ、今回も私たちパフュームそしてコレオグラファーのみきこさん、はいはい、そしてクリエイティブディレクターの関和明さん、うん、そしてお客様の前で踊っていただきます。はい、はい、こちら詳細が発表になっているので紹介していきましょう。お願いします。はい、まずは完全コピーの極み部門。ありがとうございます。こちら私たちパフュームの振りの完全コピーをしていただきます。はい、はい、課題曲はピックミーアップ。あー難しいの来た、ね、最新曲です、ね、はい、早い、難しい、あの見てるよりも難しいですね、ここのこのタン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 タカタカのところの、うん、だってあーちゃんの瞬き増えちゃうんだ難しいよ、顔に出ちゃうっていうなんかね、あの手の振りが早いんですよ、もう早い、細かいのよね、早い、うん、早くて必死になっちゃって、でも顔は必死になっちゃいけんって思ったら目だけすごい動いてるいや目じゃなくて手動かせる目ばっかりバチ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 ってすっごい速さでやってて、うん、早く動けって思ってんだろうね、難しいです、みんなもそこはちょっと気をつけてください。そうね、コツとかね、うん、あればなんか、そうだな、これね、でもかっこいい系の曲だから、うん、なんかこう自分に自信持って、うん、こう私かっこいいんだよっていうなんか迫力があるとこっちもなんかわーってそうだ ね、 ね、確かに迫力大事、あとはやっぱサビの余韻ですかね、うん、のちさんはもうずっと踊り続けてるんですよ、そうなの、踊ってるんです、ちょっとねよく見てみて休まず踊ってるから頑張り、ずっと踊ってるからよく見てもう振り付けの時全然頭入んなくて一人イライラしてるっていう、川さんにね、のちさん役頑張って、そう、だからのちさん役はあの記憶力がちゃんとすごい人がやっぱやった方がいいかな、あと一人で踊る人とかも、うん、のちさんのパートだと全部できるかもしれない、そうだね、確かにずっと動いてるね、だから私とゆかちゃんの役の人はやっぱのちが踊ってる、一人で踊ってるところに一人でこう、また二人でこう手をこう余韻でね、余韻を楽しんでます、うんうんうん、あそこはもう今回の振りのやっぱポイントでもあります、結構早くて決めるとこも多いけど、うん、余韻とかためが大事なとこも多い ね、 ね、難しいと思う、うん、メリハリが大事ですね、はい、完全コピー目指して頑張って、はい、頑張ってください。そして続いてオリジナルダンスの総部門その課題曲はパーフェクトスターパーフェクトスタイル。あー、まさか思い出キラ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 、なんでこの曲なのこれはみんな疑問が多いんじゃないですかね、え気になりますよね、ここに来て、うん、パーフェクトスターパーフェクトスタイル、はい、いや実はこの曲、うん、振り付けしてくれてる人が違うんですよ、そう、みきこさんじゃないんです、そうなんです、そう、ほんであの途中までつけてもらったんですけど、うん、あまりにそのパフュームっぽくないってことで、うん、3人で実は作り変えてるんですね、この歌振り付けを、そうだったか、うん、そう、そで、すっごいカノンを多用して踊っているんですけども、やっぱちょっとこう
自分たちっぽいかっていうと、うん、そうっていうよりもやっぱもうライブで培ってきた思い出と、うんうん、みんなと作ってきた楽曲っていう熱いイメージがやっぱ多くて、うん、振り付けの印象というよりはっていう楽曲だと思うんですよ。確かに。だからじゃあもっとみんなとこの曲を作り上げていこうよということで、うんうん、この歌をみんなで振りを考えてもらって、うん、本当にいい振りは、うん、私たち自身が採用しようという何というライブでそれを踊っていこうっていうすごい募集の仕方いただいちゃおうっていう。そうだね、うん、いいやつあればいただきますこれなんか採用されそうなさ、うん、感じとか、うん、どういう系がいいかなみたいな、そうだね、やっぱ、うん、新しいっていうのがいいかな。なるほど。それ踊りたい、新しい、見たことないみたいな、うん、ああだから今までの振りとは印象が違うもの、うんうんうん、なるほどね。なるほど、うんうん、ゆかちゃん、私はちょっと難しいけど、うん、みんなで一緒に踊れる振りがいい、うん、そうだね。なんかこの曲はサビでね手を振ってるけど、うん、あのアロハの手をしてね、うん、やってるけど、そこをまた新たにみんなで踊れるような振り付けになってたら楽しいかなと思って。あそうだね、なんかそう一体感が出せるような振りを期待してます、うんうん、そうなんだよね。だからサビの振りとかは結構私はそのままでいいのかなぐらいの感じもちょっとあるんですよ、うん、その I still love Kim me の言葉がっていうのは後ろから前へ指を指してるじゃないですか、うんはいはい、みんなでそういう振りから始まるので、うん、これはこのままでいいのかなみたいな、うん、はいはいはい、はい、ほんでなんですけどやっぱ A ベロ B ベロが何せ気になるみたいなとこちょっとあるじゃないですか確かにね、そこが結構出ますよね、違いが、ちょっとなんだろうヒップホップ感ちょっと出しちゃいましたみたいな、うんうんうん、あの振り確かにあの辺をだからやっぱちょっと変えたいかな。そうだね、やっぱりライブでずっとやってきてる曲だから。そうだね、どこを残すかっていうのは確かに大事。そうだね、ポイントだね。だから見るっていう曲にはしたくないわけ、うん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 、お客さんが私たちのことただ見てくれてるっていうよりは一緒に踊りたいから、うん、それがなんか、うん、いい感じに出せたら ねいやすごい注文多いなって思ってわがままかよ多いなみたいないやそれがあの採用されるポイントではあるかなっていうのはあるけども、うん、でもみんなの想像するものを、ね、やっぱ見てみたい、ね、どこが引っかかるか分かんないから、うん、そうだね、気軽にねちょっと挑戦してみてほしいですね、うん、はい、はい、そしてスクールオブロックの生徒のみんな、実はですね、うん、各部門のグランプリの他に、うん、アンダー16グランプリというのもご用意しております。そうなんです。こちらはですね、うん、総部門極み部門に応募していただいたグループの中から、うん、9月23日の決勝当日に参加者全員が16歳未満のグループが対象となってグランプリが選ばれます。なるほど、はい、つまり16歳未満の君は、うん、総部門極み部門どっちかに応募してもらうと、うん、アンダー16グランプリに選ばれる可能性があると。うん、うん、やっぱさお兄さんお姉さんたちうまいじゃん。そうだね、そうね、ダンスやってきたら値が違うからね、うん、時間とかね、うん、じゃなくても参加できるよっていう、うんうん、そういうグランプリも設けたよと、うん、若い子たちの、うん、楽しいみたいなこうキラキラした感覚、うん、やっぱそこにやっぱグランプリを、うん、出したいみたいなとこあってね、うん、ずっと思い悩んでたんですよね、うん、そうなんです。なんで今回は設けました。はい、じゃないですか。これはだからまさに今聞いてくれてるみんな世代なんじゃないか、うんうんうん、なんかね夏休み使って友達とね、うん、集まるきっかけにもなったらいいと思うし。そうだね、現在第1次審査の応募がスタートしています。はい、ぜひスクールオブロックの生徒のみんなもダンスコンテストに参加してください。こんばんは、かしゆかです。のちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。 PTA 検定試験の傾向と対策を研究せよ。はい、パフュームアニバーサリー 10days2015 パパ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 の初日。はい、もう慣れてきましたね。もういい感じです。9月の21日は10年前にメジャーデビューを発表した思い出の場所、うん、はい、ストヤオーウエストにてファンクラブ会員限定なのですがスペシャルライブ PTA サミットを開催します。そうなの、そうなの。そうファンクラブ限定なんですけどもね、うん、
このね PTA サミットを開催するにあたって Perfume にまつわるクイズに皆さんに挑戦してもらって、うん、上位、まあ、何名かがこのチケットを買える権利が与えられるということで、うん、まあそれの傾向と対策と、うん、なるほどね。これ私たちも実は考えてるんですよ。そうなんです。この問題自体をスタッフ総出で、うん、すごい量考えてます。すごいよ。今200問ぐらいあるらしくて、わあ、まだ今も考え途中。まだ増やすつもりでいますよ。大ごとよ。大ごとよ。もうやっぱそれぐらいみんな力入ってますし、うん、はい、やっぱそれなりの問題じゃないと皆さんも納得していただけないんじゃないかということで、うん、昔をえらく振り返り、遡って、本を遡り、おお、なるほど。私たちも覚えてないことを質問にし、いやー。いやー、そういうようなことでございます。これはメンバーは受けない方がいいという形ですね。いや、それやっぱもうメンバーメンバーとしてやっぱもう上位受けます。ええ、受けた方がいいと思いますよ。まあ会員ですもんね、ええ、PTA 会員ですから。1、2、3ですね。はい、会員番号です、うん、これ難易度的にはね、うん、大体3段階くらいに分かれてるんですよね。そうですね。難しい、普通、簡単って分かれてる、うん、サービス問題もありますから。そうですね。いやー、ないと困りますよ、それは。でもね、難しいのは本当難しいらしい。やだ、どうしよう、自分でさえ知らないみたいな。どこをね、どんな風に勉強したらいいですかっていうことなんだけども、うん、さっきあーちゃんがね、うん、ちょっと本を振り返るとか、ね、うん、言ってましたから、でのっちのインタビューとかね、はい、どんだけ雑誌あるんだよって話だけど。そうだね、まあだから本当にコアな人がやっぱこう買っていくというような印象ですかね、うん、試験の範囲はゆかちゃん15年間だからもうこれ運もありますね。運あります、ね、選択式なので、うん、だ、なんだったら15歳の子とか生まれた時からの話だからね。そうだよね、すごいよ。まあこれはちょっと運も味方につけて確かに挑戦してもらいたいと思います、はい、これから PTA に入ってもらえればまだ試験には参加できますので、全然できます、ぜひともよろしくお願いします。ほんでね、うん、皆さんには Perfume について勉強してほしいんですけども、はいはい、クイズといえば、うん、Perfume 掲示板にずっと Perfume に関するクイズを出題してる生徒がいてくれてますよね。いますいます。ほんまや、黄色い閃光くん、お世話になってますよ。なんかもうもう有名人だよね。いたじゃんってなったよね、うん、なったよね、うん、ちなみに、うん、黄色い閃光くん問題今まで280問考えてるらしいよ。やばくない？全然私たちのスタッフ総出を上回る上回ってきたね。一人でだよ、一人で。やっぱもう歴が違うね。クイズについては、まあ、例えばこんな問題ですね、はい、Perfume の曲で香りという曲、言葉が出てくる曲は一体何でしょう、うん、4曲答えてください。4曲あんの、うん、かすかな香り、うん、うんうんうん、ポイントでしょ。ああ、いや、Perfume、 Perfume、 その香り、うん、Perfume、 え、パッパッパッパ、そう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 、あ、レーザービームに入ってた、香り、そうそうそう、二人をつなぐ秘密の光だった。惜しいな、ちょっと言い踏んじゃった。惜しいな、惜しいな。光、ヒント、ヒント書いてくれてる、うん、だけど、あと一個が東京ドームレベル3のライブで最後に披露された曲で、あ、願い、違う、違う、ドリームランド、ドリームファイナル、あ、そう、どこに、どこに入ってる、優しその香りをじゃない、もういいの。香りが引き寄せるって言った？言った？香りが引き寄せるらしい。引き逃したかね。あんたがごにょごにょ言っとるで。あ、もうそれ今言ったように。あー、ラジオやのに。あ、香りが引き寄せるらしいよ。あ、ドリームランドと。おー、すごいね、よう考えるしさ、よく聞いてくれとるよね。そうだね、これはファンじゃないと無理、無理よ、無理無理。だってうちらもやっぱ人が歌ってるとこ分からんもん。そうだね、確かに怪しいね、うん、うん、なんとなくは知っとるけど、知っとるけど、うん、だからそこに関してゆかちゃんはまあ覚えてるだろうけど、私とノッチなんかも全然覚えてないもん。人のパートとか歌えんし、うん、こうじゃろ、マジか、歌えんじゃろ、髪の上やろ、ちょっとしっかりしてじゃろ。じゃあ思うわ、うんうんうん、だけん、いや、やっぱこれはね、やっぱこういうようなやっぱ熱い人は
入ってほしいよね。欲しい、うん、黄色い線香くんは来てほしいね。だよね。私もちょっと考えてみてもいいですか。え、何を何PTA 決定試験の傾向と対策問題を出題します。あ、ちょっと例題として。はい、Perfume Rocks で、うん、私のっちが、うん、やったことのないキャラはどれでしょう、うん、1番子供のっち、うん、2番メカのっち、うん、3番のっちにお任せ。さあどれでしょう。3番。正解。だって任せらんないじゃん。同じこと言おうと思って。任せろや。には任せらんないわ。やっぱだからケーキは持たせらんないよね。誕生日ケーキは持たせらんない。ほんとやだ。はい、ということで、まあこれぐらい簡単だといいですけどね。確かに私はもう簡単なのいっぱい出すね。あ、ほんと。うん、お願い、うん、そうしよう。ということで、ぜひ皆さん Perfume について猛勉強していただいて PTA 検定試験に備えてください。ちょっと待って、話すこといっぱいありすぎるじゃないのよ。あれ、岡本キャラだってドリームファイターかかっちゃってんだから。だってドリームファイター、これもね、やっぱあのミュージックデーの時にゲームとドリームファイター、2008年シリーズね、はい、俺はそう呼ばせてもらってる。この2つがそういうことですね。2008年シリーズですよ。はい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 、だってドリームファイター武道館だからね。いや、何に起こってるんですか。2008年の武道館の何に起こってる。 2Days の時に初披露してるわけだから、ね、オレンジのアンコールって。そうだよ。お見てんだよそれ。俺見させてもらってんだよ。それいいことじゃないですか。それ話でもさせてもらいたいっさ。いい。もうダンスコンテストの課題曲がこれ、はい、パーフェクトスターパーフェクトスタイルだろ。テンデレテンデテテテテン。あ、来た。あ、来た。はい、みんな腕上げて。こうやってあげて、こうやってあげてね。手をね。親指と小指。あ、アロハみたいな。アロハって言うなよ、おい。ハワイ感一切ねえだろ。いや、でもちょっとこの曲にお前。動きが似てた。もう一回あげろ、手を。こうですね。はい。はい、そうね。はい。で、はい。パーフェクト。揺らす。そう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 。で、俺この後の振りが好きなのよ、これ、はいはい、ムドちゃん。このね、あの手とこの左手と左足前出して、右手と右後ろ足をこう後ろ足、右後ろ足こうこうやってやるの、キラキラするのよ。キラキラさせる。最近さ、会場が大きくなっちゃったからさ、そこの振り付けの結構移動の時間になっちゃってさ、俺のそこの好きなの見れなくなっちゃったのよ。見たいところがなんか移動のための手段みたいになっちゃってる。ここここここよ、ここ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 。あ、なるほどね、移動しちゃうのよマイク持って。それ本人たちに言ったのよ。あら、そこ移動しないでって。だってだって言ってたな、あの子たち。まあでも演出の都合上しょうがないってなっちゃってるの。大人ね、大人だから知らないのよ。それはそういったこともなんか気持ちも込めてね、このやってほしいわけよ、みんなにもね、ダンスコンテスト、3回目でしょ。3回目よ。日本武道館で決勝戦できちゃうわけだから。どういうことよそれは。これだからチャンスよみんな。どういうこと？だからもうここに応募するじゃん。オリジナルのその層の気持ちを作るという層の気持ちを、そういうことよ。そうね。うん。入ってきた。パーフェクスター。ありがとうございました。明日のこの時間は社会の講師クリーパーエブ先生が登場。クリープロックス。さあ、ひらひらひら。ちょっといい気持ちのところ。あれ？ちょっと待って。すっかり忘れてたわ。ちょっとパフューム越しに巨人が。週末挟んでたから。巨人らしき。え、みきこ先生これもしかして。いやいや違う。え、みきこ先生。巨大化したみきこ先生。そうでしょ。ダンスする子いねえかみたいな。あれ？え、なんなのこれ。わかる。最近ずっといる。怖いね。怖い。何これ。